はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もモンスター厳選やっていきたいと思います。今日厳選するモンスターがこいつらですね。オーククイーンです。オーク系はね、武器が地獄の魔装を持っててすごいかっこいいんだよね。まあとりあえずここオーククイーンたくさんいるので探してみましょう。まずは武器が変わると思うんだよね。うん。武器と服の色と、あと顔の傷って言ってたかな。うん。まあ、多分、それだと思うので、3箇所違うやつがいれば、最高ですね。では、厳選していきましょう。1匹目出ました。これはね、全部だ、全部。鎧の魔装じゃないわ。地獄の魔装のヒュンケルだ、それ。黒っぽいやつと、あと仮面も被って、服の色まで違う。これ最高のやつだね。OK。間違いなくいったでしょう。OK。なるほどね。傷じゃなくって、仮面だね。うん。なんかかっこいい仮面を被ってるみたいです。OK。とりあえず1匹目、次行きましょう。2回目、出ました。こいつは、赤の地獄の魔装と、あと仮面もつけてそうやね。あ、仮面つけてる。OK。で、これに、さっきのは服だったんだよね。あ、ベホマか。ベホマラーは使わない系か？できればね、ベホマラー持ってればいいんだけども、どうなんでしょう。おお、夜になるギリギリで、また一体出ましたね。でも赤い武器。赤のみですね。これはあんまり良くない。できれば、服の色までは変わっててほしい。仮面まではいらないけどさ。服の色ぐらいはちょっと変わっててほしかったかな。はい。まあまあ、とりあえず、あと、朝に戻して30分間、やってみましょうか。朝になっていきなりちょっとレアっぽいのが来た。あ、黄色だ。黄色い槍。これ一番珍しいね。うん、わかったわかった。武器の色は赤と、黒と黄色。まあ、黄色っていうか金色っぽいやつだね。で、多分金色が一番出にくいんじゃないかな。おうおう、金色が一番かっこいい。じゃあ、金色の武器で服着て仮面つけてるやつっていうのが最高なんだね。はいはいはい。出るかな？わかんない。まあ、とりあえず、あと、27、8分だね。やりましょう。黒の仮面付き。次は黒で仮面で服も違うやつ。また同じく、黒い武器ですね。久しぶりの赤ですね。一番レアなやつが来た。一番最高にレアなやつ。こいつでしょ。金色の武器に、マスクもつけて、服の色も違う。うん。これが最強のやつだね。最強かどうかはわかんないけども。うん。まあ、色的には一番最高のやつ。まあ、あとは、スキル次第かな。バイキルトと、あと回復がついてれば嬉しい。はい、それでは戻ってきました。結果を見てみましょう。結構、後半で出たかな。前半全然出なかったけども、後半で、来たと思う。で、武器は、黒が一番出やすい。で、ついで、赤かな。うん。まあ、赤と黄色が、同じぐらい。いや、黄色の方が出にくかったかな。まあ、ちょっと、ノーマルのやつも結構仲間になってるので、ノーマルのやつは、ちょっと、おさらばしましょう。このぐらい？あ、まだいた。全部で、12体ですね。12体でした。で、仮面付きが結構いるね。仮面付きが1、2、3、4、5、6、6体。で、服まで違うのが1、2、3体。おう、完璧なおしゃれさんが3体だね。で、黒と金色。こいつがね、一番気になる。
金色の武器で仮面して服まで違う。もう最高のやつだね。まああとは、スキル次第。この金色もいらんでしょ。金色は見てみましょう。どんなスキルなんだろうね。あ、やっぱりベホマか。ベホマズンあればね嬉しいんだけどね。まあまあなんかこれはいまいちっぽいのでおさらばします。では下の方からいきましょうか。黒が一番出やすかったね。どうだ。お、まあまあこれが理想的かな。バイキルトもあってベホマだね。今バイキルトはドラギアンバーで使ってるのよ。あいつベホマ覚えないので、こいつに変えても良さそうね。うん、特技は悪くない。すごくいいと思う。で、特性次第だ。食いしん坊と排水か。排水はいらんな。うん、排水はまず使えないので。で、食いしん坊もできれば使いたくない。うん、食べ物やるのめんどくさいんだよね。はい、次。クオン。あー、ベホマのみ。あーだね。もうベホマと、バイキルト。これはもう絶対だ。はい。で、排水食いしん坊いりません。ジャベリンどう？もう5つ持ちだけど、ないね。5つ持ちでもないことあるんだ。これは残念。うん、マスコットは欲しいね。マスコットは欲しい。でも他のがいらない。ピンキー。どうだ？特技 OK。まあ4つ持ちだけども、ベホマバイキルト。とサミダレ好きさえあればいいかな。二つはダメ。二つはダメです。で、一番レアな武器、黄色の武器を持ってるタノキュー。他の武器、名前って使い回しだよね。他のやつでタノキューって言ったよ。OK。ベホマバイキルとサミダレ。特性は、わ、二つか。いりません。うん、黄色だけどもいらない。プンテム。あー、持ってないな。やっぱりあの二つは絶対だね。で、情熱化か。はい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 。まあ情熱化、マスコット、不思議なボディかな。それが一番良さそうですね。ポパリー、どうだ？持ってないね。意外とレアか？呪文二つっていうのは。はい、これダメ。次、ムジナ。これ武器だけだね。はい、ベホマのみよろしくありません。じゃあひょうたんがね一番ベストな 色してるので一番最後に見ましょう。デンの神。他のやつで見た名前だな。ダメ。ベホマヒップアタック。排水がまずいらないんだな。排水はいらない。コージー、オッケー。ベホマバイキルトあります。で、排水違うんだよな。まあまあいいや。最後、ひょうたん。どうでしょう？あ、ダメだ！ダメだ！ベホマしかない。で、二つだしね。色は最高なんだけどな。となると、クイオあたりがベストかな。いやー、どうな、クオンか。あ、違う。ない。これが無難かな、コージ。武器もまあ、黄色だしね。いい感じではないっすかね。わかりました。はい、ということで、今日は、こいつらを厳選してみました。なかなか厳選する人もいないかもしれないですけども、オークイーンですね。変わる部分が、まずは武器です。武器が変わります。で、その後に服か仮面っていう感じで変化していきますね。で、ベホマとバイキルト持ってますので、まあ回復もできてバフもできる。まあいいキャラクターではないでしょうか。まあちょっと残念な感じのやつしか出なかったけども、まあそこそこ使えそうなやつもいったんいたんで、いいとしましょう。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。